今回紹介するのは、アーモンドという本です。変んもも体が人より小さく、怒りや恐怖を感じることができない16歳の高校生、ユンジェ。そんな彼は、15歳の誕生日に、目の前で祖母と母が通り魔に襲われた時も、ただ黙ってその光景を見つめているだけだった。母は、感情がわからない息子に、き、ど、 愛・楽愛悪欲を丸暗記されることで何とか普通の子に見えるようにと訓練してきただが母は事件によって植物状態になりユンジェは一人ぼっちになってしまうそんな時現れたのがもう一人の怪物ゴニだった激しい感情を持つその少年との出会いは ユンジェの人生を大きくく変えていく怪物と呼ばれた少年が愛によって変わるまで読み終わった後何度も読みたくなる最近読んだ本の中で5本の指に入るくらいの了書だったと思う自分の友人にこの本の主人公のような人がいて何とか理解しようと努めてきたがそれができず不可解かつ 自分の心の狭さの成果と悩んだこともあったがトンネルを抜けたような気がして著者に感謝を伝えたいくらいだった人を理解するのは難しいと思うしかし小説を読むといろんなことを知らしめられるなぁと本当に感動した読みながら気持ちが揺さぶられるのを感じていたタイトル「表紙へ」 これだけななら自分はまず買わない種類の本その気にさせたのは帯でした本屋大賞これまで幾度も素晴らしい読み物を提供してくれた賞が進めてくる本今回は「ズれかも」という思いはしかし一気に吹き飛びました題材共感のリズムの良さもあり読み進むにつれ主人公への共感度がぐんぐん高まり 気持ちを同じにしていることに気づきます。そしてラストパートを迎えて突然に突き飛ばされた思いになりました。読み終えてタイトル表紙へを見返すとその意味が見えてきます。以上、興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。